はい、改めまして皆さんこんにちは、福岡市の高島でございます。いよいよあと3日で福岡では G20 財務大臣中央銀行総裁会議が開催をされます。世界で今物の売り方、そしてまた買い方というものが大きく変わってきている。そして現金を使わない、こういうキャッシュレスの買い方であるとか、もしくはインターネットで物を買うとか、もしくは仮想通貨というものも出てきているわけですね。大きくテクノロジーが変わって、それによって人々の行動も変わってくる。それによって新しいルールが必要。その新しい秩序をいよいよ3日後、この福岡でその方向性を示していくという、その記念すべき大きなイベントの直前にですね、このように福岡の民間企業が中心となってキャッシュレス、日本で一番キャッシュレスな街にしていく、そういう取り組みを発表できるというのは非常に誇らしく思います。天神エリアというのは世界でも最もその商業施設が集積をしている街であるわけでありますけれども、ハード面においては天神ビッグバンにおいてその機能を大きく更新させていく。そしてソフト面では天神ユナイテッドということで、あたかもこの天神全体が一つの大きなボールになった形で、大きくその機能を、それから消費者の利便を向上させる取り組みで、このエリアを世界一お買い物しやすい街にしていこう。このハードとソフトの取り組みが今大きく天神というものの活力をさらに、そして未来のポテンシャルという形で発信をしてきているというふうに思います。この天神ユナイテッドの取り組み、ソフト面での取り組みの大きな核がこのキャッシュレスであります。これは市民の皆さんをはじめ、大会社の皆さん、海外の皆さん、そうした皆さんにとって買い物がしやすくなる。そしてもちろんそのストレスを解消するということによって、たくさんこの天神でお買い物をしていただこうというチャレンジです。福岡は今日本で一番元気な街と言われていますし、天神ももちろん非常に売り上げも好調ですし、元気でいいな言われているかもしれませんが、これは決して単に地の利があってとかね、そういうハッピーに恵まれてしているわけではなくて、あくまでもこれは民間事業者の皆さんの危機感に基づくチャレンジの積み重ねがある。それが天神の元気を生み出しているというふうに思います。私たちは決して日本の別の都市を見ながら、福岡は恵まれているねとか、元気だからこれでいいやと思っているわけではありません。日本で最もアジアに近い都市として、常にアジアを見て世界を見ているからこそ、このキャッシュレスの普及率に現れるように、日本の現状を見たときに今何を変えていかなくてはいけないのか、そしてマーケットとしてこれから少子高齢になっていく中で、いかに外からのマーケットを呼び込んでいくかということによって、常に成長を意識しているということ、そしてその福岡の中にあっても、先週は博多コネクティッドという発表もありました。博多と天神という双子都市として、都市の中でも競い合いがある。こういう中で天神全体を、商業施設が協力をして、このエリア全体としてマーケットを大きくしていこう、そういう機会に基づく競争があって、そしてチャレンジをしていく、そんな商業施設があるからこそ、こうしたチャレンジがこの福岡でこそできるんだろうというふうに思っています。皆さんが、商業施設の皆さんが協力をして、ライバルでありながらもパイの奪い合いではなくて、このパイ全体を大きくしていく、このキャッシュレスの取り組み、福岡市としても非常に心強く、思いますし、しっかりと後押しをしていきたいというふうに思っています。すでに去年、福岡市がキャッシュレスに関する実証実験を、行っておりまして、福岡市の、博物館や動植物園や、いろんな場所ですね、公共施設、それから屋台、商店街、そして今年からはですね、区役所でも QR 決済ができるようにしたわけですけれども、こうした取り組みによってすでに900カ所以上で、福岡市内で新たに、QR 決済もしくはキャッシュレスということで、これが進むような取り組みを進めてまいりました。民間の皆さんと協力をして、まさに福岡が最もキャッシュレス、
な街になっていくようにこれからもチャレンジを続けていきたいと思います。そして日本を牽引できればというふうに考えています。合わせて G20 の場でもですね、ぜひそうした福岡の取り組みというものを各国の金融財政のトップにもですね、お伝えできればというふうに思っています。大変今回のリードしていただきました、事務局の渡辺さんや高橋さんはじめ、本当に全ての民間の皆さんに感謝をいたします。どうもありがとうございます。高島市長ありがとうございました。それではこれより写真撮影に移ります。準備をいたしますので今しばらくお待ちください。